噛むことから始める健康セミナー、歯周病予防、第二部の開講です。今日はお口の健康のね、はい、お話ということでしたけど。歯周、はい、病怖いです、ね。いや、本当に、あ、河村家は、はその歯が弱い家系なんですよ。<あ>だから、幼少期からずっと悩んでて。ったはい、あじゃ、皆さん、よろしくお願いします。荒、はい、野先生、改めまして、はい、よろしくお願いいたします。 それでは、幼少期から悩みが尽きないという川村さんのためにですね。天野教授から解決法を教えていただくと、お任せください。任せます。まずはですね、川村さんにですね、歯の履歴書っていうのを作ってもらったんですよ。まずですね、小学校一年生の時に、前歯2本を折るという。ちょっと待って、その口からすごい。これは生えてきたばっかりの永久歯が。いや、乳歯です。まだ。それは傷はまだね、はさがって。政府だったんですけど、あの、なんで待っ予防接種受けたんですよ。 予防精神で眠くななるじゃないですか<ー>もう眠くて眠くてしょうがないよって言ってたんですけど、うん、おばあちゃんの目薬を頼まれてでそれが2階だったんですよ病院が病院が、はい、鶴見駅のね目ち、えー、の2階の目 <laughs> 詳しくありがと眼科だったんですけど、はい、でそれ登ってる間に眠気に勝てなくて転んじゃって前歯前歯で顔を打って2本ポコーンと折れちゃったい,たい痛いちゃんとあれスローになるんですよ歯が。 ゆっくりと飛んでいくのが見えてドラマチックやなあこれがお使い頼んだおばあちゃまそうですおばあちゃんでこれ中学生時代なんですけどやっぱ刃でガチャガチャだからこれどこ行ったんですか楽しいディズニーランドに行ったはずなのにも見てよも

私たちもっと横に行くのってだんだん寄られて上がガチャガチャになると下も定まらないのかえじゃあ誰に合わせたらいいの誰に合わせたらいいのでもいろんな方向に入っちゃって皆さんあの思い思いに入ってますよねそ<う>整列性が全くないそうこうなっちゃったんですよで31歳の時に決意しまして強制、はあ、をしようと大人になって強制 なななかかか大変だったんじゃいです,かなですこのお仕事もさせていただいてたんでその矯正も前でできなかったんですよね裏側にして<ー>見えないように、ね、その食べるロケとかあったので、うん、裏側矯正でやったので年月もやっぱり1.5倍ぐらいかかっちゃったんですよどれぐらい時間かかりました私5年10ヶ月治療が辛すぎて、えー、もうやだよっていうブログに載せた写真です本当につらくて毎月毎月締めに行くんですよあの矯正って。 ちょっとずつ調整するんですよね。そうなんです。その時にもうねなんか鈍痛というかでやっぱヨーグルトとかこの飲飲で食べるものしか食べれなかったりとか数日痛すぎてなんとかねもう芸能界と一緒に大変ですねこれ。今綺麗ですね本当に。綺麗になりました。笑います。それ良かった。うなんです。今気になっているのは40病ああね。 で、あのお年頃ですよね。歯周病ですね。あと、やっぱり歯の磨き方とかがこれがね。やっぱりね。痛い目にあった方こそですね。あの、丁寧に磨くようになります。人間ってね。あの後悔先に立たずで言いますけども、後悔された方は熱心になります。でも悩みがあって何でしょう。電動がいいのかとか。歯ブラシがそのままがいいのかとか。歯ブラシと電動歯ブラシの違いを端的に言うと、歯ブラシはほうき電動。歯ブラシは掃除機。 電気掃除機なるほどすですから私なんかもう電動歯ブラシしか使っていません<え>楽ですもん。 もう毛先が動くスピードが全然違います皆さんがグーっと一生懸命揺らしてもね1秒間に4四回ぐらいがマックスですまあそうですねでまあ自転車でそう時速10キロでこういうふうに磨いてるしたら電動歯ブラシはねもう2万回ですえすごいえぐらい皆さん一生懸命自転車でこういるのもう電動歯ブラシシューッと飛行機に乗って行っちゃうみたいなちょっとじゃあ先生私たちの努力は もうねじっと当てて動かしたらダメ強く当てすぎてもダメ強く当てすぎるとね毛先が動かなくなってしまうんですねここ当てて歯茎をマッサージしてもらってる感を楽しみながらだんだんと場所をずらしていくじゃもうほんもうこれはやめてこれを忘れてくださいわかりましただから添えるだけでいいんですねそう添えるだけ当て方がめんどくさい方はね丸いヘッド はい、毛先が丸いやつやっがどう当ててもいいですから、面倒、ね、くさがり屋には丸いやつをおすすめします。ええ<ー>。もう歯磨きっていうのは昭和の頃から言われています。歯磨きは三三三。一、はい、日三回、食後三分以内に三分磨く。わあ。簡単でしょう。三三三。朝起きてすぐまず磨きます。私。朝起きてすぐ磨く。朝起きてすぐ磨く人はい,はい。はい。 まず磨く。まあ最近ね、えー、朝起きてすぐ磨かれる方もいらっしゃいますけども、はい、それはなぜかというと寝てる間に唾液が乾燥して口の中の菌が増えるから。はい、ただそれは唾液の中に増えるんです。僕もペッてそれで十分です。うん、ああそうなんだ。から私は朝起きてうがいをね、ちょっと激しめにガラガラガラプーってやって、はい、それから食後に歯を磨きます。あ、食後三 三分以やきことは、食べた後すぐだ<っ>。まあ、これはね、例えであってね、終わったさあ、今から歯磨きだ、って走っていくことありません。食べて終わった、すぐあた、口の中に、まだね、虫歯菌の餌になる食べ物が残ってるんです。それ、を早く、口から外に出してあげないと。食事が終わってもですね、虫歯菌は、まだ俺の食べ物残ってるやん、これ食べて、酸を出して、歯を溶かしてやるぞってやるわけです。<laughs> そんな悪いやつ。<う>悪者役上手ですね、先生。え。ね じゃあ先生外食とか行った時もなんかトイレとか行ってぐちゅぐちゅペンするだけでも効果はありますかそうですあのあ<ー>歯磨きできない時は割と強めにブンブンってね、はい、うがいしてくださいそうすると歯と歯の間の食べかすとかが取れます<ー>それから歯間ブラシはね、うん、これも爪楊枝を使われている方はマストです あ絶対やった方がついいいいまようじなんかで汚れ取れません,ん歯間ブラシっていうのは歯ぐきが痩せた方た、はい、のためのブラシですから歯ぐきがまだ十分痩せてない、はい、まだあのあの歯ぐき痩せ初心者の場合はフロス歯歯と歯の間を磨く、えーはい、でやっぱりちょっとつまようじが入るかなっていうことになってきたら。うん 歯間ブラシ使ってください。はい。いろんなサイズありますもので、ですからあれはね一番細いやつぐらいを買ってきてね入れてみるんです。それでスカスカやったこれ飽きません。はい。スカね。でもきつかったらかえって歯茎を押し下げますから。ああ、よくないですね。無理に入れたらダメです。あと素材もゴムだったりとかなんかいろいろあるけど、それは好きでいいですか？あのゴムはね、あれとあの。 入れるのが下手くそな人はゴムが傷つけたりしませんからお寿司がブラシの先でね歯茎さしてしまう人がいますから<ー>そういうことがないようにはい。お気をつけください、はい、気をつけてやればどの素材でもいいというありがとうございますね。やっぱりあの口の原稿を保つっていうのは非常に大切だっていうのを皆さんも実感なさったと思うんですけども、はい、唾液これも気になりますよね,、うん、や,すねやっぱりこれが大事なんですよねうもう唾液っていうのはね神様が我々にわざわざあのもたらしてくれたこれ口を守るための本当に 神様なんですお口の守り神。そうです。唾液っていうのはですまずね、よく噛むこと。噛んだら出ます。ただですね、あの、何も食べてないで、もぐもぐやったら、なんか牛みたいに見えますからね。そんなちょっと恥ずかしいっていうことであればですね。唾液ゼロって思う。いや、いや、違います。粘液違います。粘液じゃなくて、まずは口の体操。体操。あいうべ体操ってのがあります。あいうべ。

気持ちいいですね。目がちょっと冷めた感じしますね。んねこんな感じする。唇の筋肉がついてくると、はいはい、口が開かなくなりますから、まず乾燥を防げます。はい、そしてからよく噛めますからね、はい、口がしっかりすると、はい、で唾液も出てくる。ああ、そういうことです。すごいこれはね、あの。

多くの皆様からですね、あの質問,が、ね、質問がたくさん来てまして、はい、50通を超える、はい、ご質問なんですねす時間の許す限りあのお答えいただきたいと思いますのですよろしくお願いします、ねねはい、まずはこちらからいきましょうはいドン はい、えー、たまに歯が欠けることがあるんですが、年を取ると、これはあることなんですか。はい、うん、私もハンバーガーで欠けたことあります。ハンバーガーで。残念な事実ですが、ーー歯には寿命があります。ええー。寿命があります。まあ、一生もんじゃありません。だいたいその歯が生えてから60年経つと。折れる、割れる、かける。使っていると、あの、あの。 だんだん歯にヒビが入ったりとかね、歯はあのダイヤモンドじゃありませんから硬い硬い言ってもちれてます。ですからもう年取ってきたらですね、あんまり硬いせんべいとかね無理してあきません。噛んだらええよってほんまに硬いもん食べたら歯割れます。はい、濡れせんべい食べます。はい、そうですね。はい、続いてのご質問です。こちら、歯科検診で奥歯が歯周病と言われました。 具体的な治療法は支持されていません歯磨きをしても毎回出血しているわけではないんですどうしたらこれ以上悪化しませんかこれは,あのはおそらくあのまだ初期の歯周病だと思いますから、はい、歯科検診に行かれたそこの歯医者さんもね治療はどうするという、まあいまなところやったと思うんですが<ー>ただ歯周病はセルフケアでは治せません<ー>刺繍ポケットがあります。 これを取り除くのがまず1丁目一番地です。2つ目は硬くなった歯石を取り除かないといけません。これはもうお家ではできません。歯医者行かないといけません。この2つを取り除くと原因がなくなったわけですから、勝手に歯茎は治っていきます。シポケットは浅くなっていきます。あとは自然治癒力に任せる。だからクリーニングに季節ごとに行った方がいいってことなんですね。次の質問です。 歯ぎしりや食いしばりで歯周病が悪化すると聞きました。<え>それをなくす良い治療や方法はありますか<ら>ということですが。はい、もうこのご質問の通りです。<メ>激しい食いしばりは歯周病に悪いです。ですから進みやすくなります。あら、そうなんだ。ただ良い治療法はないんです。え、えなぜかというとですね。 歯ぎしり食いしばりにも原因があるはずなんですけども、はい、その原因がはっきり分かっていない。はい、歯並びが悪いから、うん、噛み合わせが悪いからっていうのは原因の一つです。あるいはストレス。うんね、ですから、もう、これはもう、歯に無理な力がかからないように、うん、マウスピースっていうものをつけて。ね、歯に変な、あの、あの、歯,あの歯に変な力がかからないようにする。うん、まあ、歯を守るためのマウスピースをぜひ<や>使ってください。 さあそろそろお時間が迫ってまいりました川村さん今日いろいろね天野先生にいろんなお話をね気になったと思いますがいかがでしたかいや本当にあの勉強になりましたしやっぱ歯周病っていうのは怖いんだなと分かってたけどこうやって具体的に何をしたらいいのか毎日できることっていうのを教えていただいたのがねすごく良かったですね本当今歯磨いた後ぐらいすっきりしてますありがとうございます。歯本当に磨いてますありがとうございますはいありがとうございます では天野先生最後にアドバイス一言メッセージをお願いしますはい皆さんお口の病気っていうのはですね若い頃あまり意識しなかったと思います若い頃は健康はただでしたでも年齢とともに健康を維持するには手間とお金がかかりますですから是非手間はかけてください皆さんのお口は皆さんのものです 主人は自分ですね。そうです、はい。はい。ぜひ覚えてください。さあどうもありがとうございました。はい、お二人が退場なさいます。どうか大きな拍手でお送りください。<っ>どうもありがとうございました。あ,<ー>ありがとうございました。りしたオンラインの方もありがとうございました。ありがとうございました。